はい、こんにちは、キューさんです。いつもありがとうございます。岡山市を出まして、今から鳥取に向かうところです。台風一過でめちゃくちゃいい天気ですね。爽やかな秋晴れと行きたいんですけども、もう完全なる真夏日です。だがそれがいいという感じですね。いやー、ついてますね。ついてます。実についてます。俺はめちゃくちゃ運がいい、まあ、そのことを実感する、神に愛されているということをですね、体感するような旅になっています。早速なんですけれども、コンビニがありますんで、そこでもぐもぐタイムにしゃれ込みたいかなと思います。というわけで本日のもぐもぐタイムなんですけども、コンビニエンスストアです。これですね、おにぎりとおかずセットが裏かな、300円弱ですね。で、このスープね、辛いやつ、これも確か200円ぐらいですね。ほんでちょっとミネラルを取るジュース、これも多分150円ぐらいだと思いますので、合計いくらやろ、600円ちょいでした。600円ちょいってなかなかですよね。普通のファーストフードで食べても多分朝だったら400円ぐらいでちゃんとしたものが食えるはずなんですよね。で、昨日ランチでさぬきそば食ったんですけども、まあ、僕は玉は一番小さい小で行くんですよね。で、あといなり寿司みたいなの入れてワンコインでした。そっちの方がはるかにいいわけですが、まあ、コンビニエンスを買ってるんですよね。我々はコンビニで、コンビニっていうのはどう考えても高いんですよ。それでもパンと入ってしまうのは便利だからということです。世の中うまくできてますね。食べたいと思います。岡山県美作市鳥取に向かっております。これから大きな峠を越えるようです。今日は鳥取市の手前30キロの地図というところの旅館に電話したら泊まれるということでしたんで、そっち向かってます。20世紀なし。時刻は18時15分ぐらいです。今日は岡山を出発しまして鳥取に向かっているわけですが、その間が120キロぐらいあるんです。そして今その間にある峠を登っているところなんですよね。なのでここはまだ岡山県です。岡山側のね、津山とか美作には、まあ、それなりのホテルあるんですけども、鳥取に入っちゃうと鳥取市まであんまないんですよね。少なくとも楽天トラベルでヒットするような宿がないんですよ。でもどうしても今日のうちにこの峠は越えて鳥取県内に入っておきたいと思ってますんで、頑張って漕いだり押したりしてます。まあ、幸いにもですね、 Google マップで調べたら地図っていうところで、あの旅館というか民宿というかっていうのがありましたんで、まあ、電話をしてみたら大丈夫ですよって言われたんでね、あと15キロぐらいなのかな、目指しているところです。で、あともう 1,2 キロぐらいでね、峠も越えると思うんで、越えちゃったらね、あとあっという間ですね。まあ、到着するの7時ぐらいになるんじゃないかなと思います。下りっていうのはすごい早いん で昨日もね言われたんですよ。Qさん、あの岡山から鳥取に行くのに峠ありますよって、600メートルぐらいなんですね。で、大丈夫ですかって言われたんだけども、いやいやいや、峠が嫌でさ、チャリンコ乗りませんってっていう。雨とかもそうだよね。チャリ乗っててね、一番、まあ、きついのは風かな。
ちょっと突風とか吹くとちょっときついなと思うんだけども、だから台風とかの時は無理だけども、ある程度の雨は全然いけるし、ましてやね峠なんてもう絶対ありますからね。本当これ人生も同じなんですよね。何年前かね、青森県の弘前の峠を通った時にちょっと変な体験があったんですよね。ふわっと隣に存在を感じたんですよ、峠を通る瞬間に。でなんだと思って瞬間、あ、神様だと思ったんですよね。だから僕の神様体験というのは、例えば沖縄の久高島だったり、まあ、滝行中とかもねあるんだけど、その弘前の峠っていうのも僕の中では割と存在感のある体験だったんですよ。でふーっと神様がいるなと思ったんですよね。これはもちろん僕のね勝手な思い込みだとは思うんだけども、でもそういうふうに感じたことは確かなので、その気持ちには素直でいたいなと思うんです。で要はね、いつも神様いるんだなっていうことですよ。で人生に峠ってありますよね、きついなってね。だけどね、まあ、このチャリンコの峠もそうなんだけど、まあ漕いだりね、で漕ぐのきつかったら歩いてね押してもいいんだよね。でずっと進んでいると前向いてね一歩一歩前進していると必ず峠越えるんだよね。これは本当に普遍的な法則だと思うわけよ。永遠にね峠が続くっていうのはまあ物理的にはありえないし、それは人生も同じなんだよね。で俺自身も、まあ、これまで48年生きてきて、まあ、とりわけこの15年ぐらいは一人で独立してね生計立ててるわけだけども、まあまあまあいろんなことありましたよね。まあまあいろんなことありました。できついなと思うことも結構あるんだよね。でもそういう時にやっぱ神様を思い出すんだよ。で絶対助けてくれるんだよね。まあ俺も今今年かな、まあまあきついなと思ってることが多かったですよ。最近トークライドでも言ってんだけども、ちょっとカミングアウトしたんだけども、8月ほとんど眠れなかったんだよね夜で。睡眠導入剤とかちょっと手出そうかなと思って、まあ、その前に薬局に、薬局ちゃうわ、ドラッグストアに処方箋なしでドリエルっていうのがあるんで試してみたらどうですかって買ってみて飲んだんだけども、ちょっとあんまり効かなかったね。それどころか飲んで翌日すごい気分が良くなかったんですね。ムカムカするような、酔ってるような感じだったんで、あ、これ合わないんだなと。でも要はね、あの時は僕はスマホを見すぎてたんですよ。でスマホをねタイマーボックスに入れたら、その不眠とやらはすぐ解消しちゃいまして、ですごく今は快適なんですけども、ずっとねもうスマホでツイッターとかでいろんな情報を漁りまくってね、まあそれだけのことだったわけですよ。でもそれぐらい何かに、まあ、依存というかすごい自分の精神が落ち着かなかったんだなと思う。でまあ今年は僕の生活の柱っていうのは、まあ一つ YouTube があるわけだけども、まあおかげさまでいろんな人に見ていただいて、でいろんな人と出会ってすごくありがたいんだけども、でも去年とかねその前とかってすごい爆伸びしてたのに比べると、まあ、すごく落ち着いているというか、まあ、どちらかといったら日に日に下がってるっていうのが今持って現状なんだけども、まあいろいろね原因があるのは分かってるんだけど、だけどもやっぱコツ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 毎日、まあ、僕の場合はねもうアップするしかないんですよね。一歩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 いろんなこと考えながら、ああでもないこうでもないこうと試行錯誤しながらずっと歩いていたら、ふーっと横にね存在感じることあるよね。で神様だと思うんだよ。だいぶ暗くなってきた。で結局最終的には大丈夫なんだよ。だから俺もきついこととかいっぱいあったし、今もどちらかといったら春夏秋冬でいうと冬の時期に差し掛かってると思ってるから、まあ早く春が来るのをね待ってるところなんですよ。だけども総じて言うと僕はボーナスステージに入ってるはずですんでね、まあこれも全部必然的なことですよ。僕は将来的にこの先の人生で大きく飛躍して自分らしい人生を生きていくために必要なことが起こってるんだよね。だからとにかくコツ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 
コツ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 歩いてるといつかは峠を越えるということです。そしてまたウェーイで調子乗る時があるわけよ。まあそういうことの連続だよね。じゃあそろそろだね。じゃあまた着いたらご報告しますね。到着しました。もう帰りはね、下り真っ暗だったんですよ。ヘッドランプをつけて走りました。お布団と僕の荷物ですよね。いいですね、この座敷わらしが出てきそうなお部屋。今からお風呂入って、なんかご飯でも食べようかなと思います。ありがとうございました。